サラビリバレンタイン、遠くてコメントはあんまり見えません。この配信はコメントはあんまり見えません。手元を入れるには仕方がないので仕方がないです。みんな犬を求めていますね。ハッピーハッピーがね、ツイートにしとこう。しない、バレンタイン、よし、オッケーですね。見えるっちゃ見えてます。なんとなくニュアンスで分かるものは分かりますが、分からないものは分かりません。今日はあるものを作っていきたいと思います。でもあんまりまだ何をどうしてどう作るかをあんまり決まってません。分量、まあやりながらどうにかなるかなみたいな。でも使うものたちは、あります。バレンタインっぽさがまあまあまあ、作ってる感があるかもしれない。それが、いやちょっとね、どのぐらいの感じでいけるかは分かりません。今までの料理配信は全部どうにかなってきたので、多分どうにかはなります。どうにかはなりますが、エプロンはしたくないのでしません。エプロンはサラピリリしかしない特別感。え、あ、そういうことか。うん、50 50 100 4、まあどうにか、まあどうにかなるかなって、思います。
まあやっていきましょうということで。あれ、いけないかもしれない。おうおお、サラピリリデザートです。まずちょっと一旦動画見よう。来てなかった。みんなお待ちかねのもふみ来たかと思ったけど来てませんでした。ほんとね、みんなには何を作るか言わないあの、ま、何を作るかはまだ言いません。まだ言わずに途中でから分かっていくかなぐらい。でも、2個でいいや。2種類。いるであろう。いや、できればあの3種類っていうか同じものやけど色味とかを違う3種類作りたいけど、ちょっとできるかわからないっていうね。とりあえずとりあえず どうしようかな。一番難しいのはここです。ここが一番難しい。ここを超えればもう作るのはいける。50にしようかな。6、3、いや50でいけるかな。いけるきっといける。オッケー、これだ。ではいざ。まずは中を開けます。何ができるかはみんなもお楽しみってことですね。何を作るかは言わないスタイル。あ、なんか誰かクマがいますね。
ちょっと見えない今。お菓子はもうちょっとのグラム数が大事になるので1グラム単位で守っていきます。こっちに見えるけ、誰の、そう、こっちでコメント、あ、ゆうちゃん好きだわ、ありがとう、ちょっと俺はまた後に、ありがとう、ゆうちゃんありがとう、ありがとう、そう、こっちでね、一応見れるから、コメントは。でもこっちはちょっと一旦レシピを見ないといけないので、バターを 50g と粉糖を、粉糖を私はいつもね、準備は適当なんですよ。最初の準備はめちゃめちゃ適当です。レシピレシピ OK。 ではらしいです。全然硬いけど、マヨネーズに、ちょっと今日はあのサラピリリ夏ライブだと思ってやります。マヨネーズぐらいまで柔らかくなるまで混ぜます。っていうのをやります。コメントは見えます。そう、マヨネーズぐらいになるまで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっとめんどくさいね、毎回。あ、でもちょっと弱くなっとる。レシピに、そう、ちょっと忠実にやっていきます。お菓子は、結構そういう、もう、グラム数とか、そういうの大事なので。だいぶ柔らかくなりましたが、まだまだです何を作っているのか予想しながら見てください。そう、サラ的には普通に料理よりも、あ、数えるの忘れてた。1、8、9、10。え、やりすぎた。やりすぎた。やりすぎたかな。まあ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 。10秒数えるの忘れてました。粉糖を口出し NG。
みんなが食べるわけではないので口先が NC です。で、ふるい入れます。30g 入れますよ。いや待てよ、粉糖の量的に3種類は無理かって言いながら一旦 4g だけ入れる。ちょっと欲張っていますね私は。欲張っていますこれは完全に。欲張っているのでやめて、もうこの一旦まあ、いやもう一旦やめます。一旦やめて、ここにちょっと一旦 4g はマイナスして、てそう、みんなは何を作っているかわからないのでね、欲張っているので 4g っていうのを覚えておいてください。とりあえず粉糖 4g さっき50入れたからプラス50入れる。OK。プラス50入れてもう一回。振り出しに戻りました。私は。一旦ね、いやちょっとね、あの種類を欲張ろうとしたけどちょっと無理って気づいたのでやめます。トースターかわよい？そう、これはあのナッツライブのとこにあるのと一緒なんですよ。お揃い色違い。頑張ったら見えるかコメント、これさ10秒ぐらいずつ混ぜるっていうけどさ、なんか違う気がするな。結構これ地道な、このバターがこれマヨネーズぐらいになるまでの
道のりが結構していたんですけどね、中高生の頃までは。土日の暇な日とかに作ったりしてましたよ。今日は観覧のお客さんはいません。あ、犬が一匹いますが寝てます。誕生日じゃない方です。誕生日の子ではありません。でもさ、良さそうじゃない？これもうマヨネーズぐらい。またチンしすぎたらさっきみたいになりそう。結構お菓子作りってね、あの物理的に腕を使うんですよ。よし。で、粉糖が 4g でしたね、皆さん。粉糖が 4g だったので、プラス 61g 粉糖を入れます。もうこれほぼ使うことになるよね。これもいちいちふるいにかけて入れないといけません。まだ 3g 地道な作業です。まあ、もっと大きいふるいでやってもいいんですけど、今日は画面スクロールできません。私が動いても動いたら見れません。地道な作業です。ふるい入れて、まあでもだんだんね、もう何を作るかみんな分かってくると思います。利用が早い？早く見える？嘘。ふるい入れて、混ぜて、はい、今 31g 入ったのであと30です。今日はスタッフさんのお手伝いなしでです。まあいつもないですけど、ね、このふるいもう時間かかりすぎて嫌になってきた。大きいふるいでバン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 ってやりたくなってきた。もう何作るか分かる気がする。でも分かると思うけど、分かったとしてもその単なるそれじゃないって感じ。単なるそれではありません。見えない。ああ、
腕が痛くなってきた。お、あと 10g、 あと 10g、 9g です。お、あと 4g です。犬のケーキじゃないわ。犬のケーキではありません。確かに、今後ワンの誕生日だよって言ったらめんどくさくなってきた。オッケー、オッケーです。でしましたら、ほっほっ、でしましたら混ぜていきます。でしましたら、卵を 30g。 そう、この前ね、あ、殻入った。この前スペイベでね、フォンダンショコラを作ったんですけど、もうあの時は作ってたのうちに入らないぐらい、もうめっちゃ簡単な感じで、卵割って混ぜてとかぐらいしかしてないんですけど、そんなここまでのガチじゃない、めっちゃ簡単やった。あれはほぼ飾り付けがメインみたいな感じでしたね。30g ですね。入れすぎた入れすぎた。ちょっとすみませんが、入れすぎましたので、まあいっか。まあいいよ、まあいい。ちょっとこれ取ろうと思ったけど取れないし、まあまあもったいないんでいいです。そう、シビアに行った方がいいかなって思ったんですけど、まあいいです、問題ない。今日は別に試食のお客様ないんで、はい、試食なしなんで皆さん問題ない。って逆になんで食べれると思ってるんですか。かで、あ、待って、
あ、まあまあ大丈夫大丈夫で、薄力粉、薄力粉を140も入れるみたいですね。140はなかなか。これもふるいにかけるんですかね。大胆にふるいながら入れるらしい。大胆に 140g 大胆に 140g 入れます。でも大胆に震えるようなふるいじゃないもんな。あ、あった。いいの見つけた。乗って 140g 入れたいと思います。大胆に。おー、大胆に。でもやっと今70。やっとの 70g。 やっとの70です。減ら140って結構あるな。もうお気づきなんじゃないですか、皆さん。私が何を作ろうとしているのか。この材料を見たら、わかるんではないですか。パンケーキという文字が見えましたね。ありえない。ありえなくは。え、エラーって出たんやけど。見とってよかった。見とってよかった。え？112。112でエラーが出ました。重さに耐えれないということですか。112、重さに耐えれてない。だるーだるー、ちょっとだるーい。114だから124134、26、ここにちょっといるから 20、 まあ26。これ全部でオッケー。ちょっと量が多すぎて重さが耐えれなかったみたいです。よし、大胆に振りました。
ゆっくりと混ぜていきます。サクサクそっくりと、なんかおお、なんか大量生産感がすごい否めない。料理、ん？料理の何？料理の鉄人見てる気分ですってよく言いますわ、よく言いますわ。まだ何もしてない、まだ混ぜているだけですからね。さっくりと、お、いい感じなのでは。エプロンはサラピリリでし、ナッツライブですが、エプロン姿は見せません。そんな汚さないし、明日腕が筋肉痛になるかもしれない。今のところいい感じじゃないですか。ちょっと卵を多く入れてしまったかなぐらい。他のメンバーがね、どうとかどうでもいいです。跳ねた時に悲しい、いや跳ねたら跳ねた、でもその時はエプロン着なかった自分の問題、自分のせい。こんなもんなんかな、もう腕が。まあでもこんなもんかもね。なんかさ、ちょっと卵を多く入れてしまったことによってさ、不安定がある。果たしてこんなもんなんでしょうか。あねあね、いけそうです。でしましたら、続いては続いてはこちらに入れていきます。
こちらに入れて、これどこまで切ったらいいの？入れる。やばいかな。なんかやばそうな感じするけど。あとなんか。これを作るのはもう何年ぶりかわかりません。今タワーで見えてないんだよ。映っとるか映っとるか。一旦やってみる。どの感じが可愛いかな。ちょっと待って。どの形にしようか悩んでます。見えとるよね、映っとるよね。どれにしようかな。まあ一旦やってみるか。上手なのでは？上手なのでは？これの待って、やりたいことがあるよ。ちょっと待って、上手なのでは？何種類かあるよね。でもこれかこれか。もういいじゃん。作りたいものがあるんですよ。ちょっと私の理想の今日作っているのは絞り出しクッキーです。これはリボンを
生産したいんですよ。でこっちはあの犬を生産したいんですよ。だからこっちの記事に姉姉でここに最後ちょん。なるほど、絞り出しクッキーと調べてみてください。いいね。もう一回ちょっと絞り方を絞る手順だけ見たい。こうかでこれを 見ながらちょっと絞って絞って絞って これが犬、上が犬、いい感じなのでは果たしてちょっといい感じかもしれない。なんか最後にプリン、あ、鼻がいるんか。お、いいじゃん。はいはい、はいはいはい、おー、どう？犬の上が犬、ちょっと伝わるかしら。私のやりたいことは伝わったかしら。まあ分からない人はあの絞り出しクッキーって調べてみてください。そしたら分かります。あと何にしよっかな。じゃああとはくの、でも犬を作りたいのね、いっぱい。トントントン、うわ、バランス悪、あんまいっか。見えとる。最後にデュン、いいのでは。でもう一種類の犬を絞る。縦型犬、鼻を
じゃん。おお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 お、どうかしら、どうかしら、伝わるかしら。いいじゃん、いい感じなんですけど。そう、このリボンクッキーはね、でもね、あの着色させれるやつも食紅もね用意してるんですよ。だからそうで、そっちバージョンも作りたいんですけど、そっちバージョンも作りたい。最後にここをチュン、じゃーん、いいんでは、ちょっといいのではないでしょうか。あとなんかあるかな、いいかもしれないです。あ、あ、あ、思いついた。ウサギ的なものも作っておこうではありませんか。ちょっとこれはもう少なくなったので、ただのよくある丸のやつも作っとこうと。え、いい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 ですよ。あ、これクマにしよう。よし、じゃらーん、どない、どない、よし。でどうする、でどうする、でどうするのかな。え、冷蔵庫で20分冷やさないといけないんですけど、そうでしょ嘘でしょ、
嘘でしょ。20分も。その間にオーブンを他の色も作りたい。他の色このぐらいの色をさ、どれぐらいのさ、あれで入れたらいいんやろ。対比比率。比率。そう、ここに食紅があるんですよ。比率。適当かな。なんとなくできるかな。なんかちょっとね、めっちゃ、ね、色がつくの。適量、やっぱ適量感。じゃあこれに。一旦これに、入れてみて、ちょまあいいか、一旦入れてみて。一旦入れてみます。なんかこれこそ服に飛んだら終わり。入れすぎたかも。いいかも。見て。あ、分からん、まだ。え、めっちゃ適量が、ベスト適量やったかもしれん。なんで？え、なんか分かりにくい。なんで？え、めっちゃいい感じなのになんでこんな分かりにくい？分かりにくすぎる。けど。え、なんでこんなに分かりにくいんやろ。あ、これ分かりやすい。あ、こうやってやったら分かりやすい。全然違う。え、結構ね、直で見たら結構ピンクなんやけど、なんかさ、配信越しに見たらさ、ちょっとオレンジっぽく見える。見る分にはいい感じのピンク。あんま入れすぎん方がいいよね。
この色の差、あ、こう見たらめっちゃ分かりやすい色の差、普通のと入れたやつ。これでリボンを作りたいんですけど、一旦これを出して黒を入れて今ね私は悩んでいる。ここにもう一回入れて、違うね、いやそうだね、一旦これをまたちょっと入れて、土にはやりたいことがあるんだ、入れてで、そうしましたら、これを一旦いっぱい作って、でちょっと横バージョンを作っておいて、あ、いけるかな、ギリギリいけるかな、ちょっと足したいところを足す。でしたら、あ、出てきた。出したら、これをちょっとね、この使い口がこれしかないんですよ。そう、これが今これしかないから、一旦これで、これをね、使うしかないわけですよ。まあ、取れん。色混ざるかな、洗った方がいいかな、めんどくさいなちょっと面倒だな。
あ、でも綺麗になったよ。綺麗になりました。そう、今日はリボンクッキーを作りたいからこのリボンの服を着たし、リボンだし、これはいつもやけど、でコメントはこっちで見ておきますね。ででのでででででしたら袋を順番で、こっちもこっちは食紅じゃなくて、ココアパウダー、ココアパウダーを適量かな。私のやりたいことがわかるかな。うわ、ヘラがない。木べらでいけるかな。これでいけるかな。いけるか、いけるいける。ではないんですけどね。いや、これも適量がいい感じかもしれん。茶色にしたい、こっち。茶色にしたいんですよ。よよよよよ。もうちょっと茶色にしたいかな。もう気持ち茶色にしたいな。でも確かに、あ、入れすぎ。こんなもんでいい気がする。感覚どう？茶色くなったの分かりますか？よしで、で、ほら、茶色とピンク。先にピンクやろうかな。色がつきそうだから。
ではいざピンク、一応ピンク見えづらいけど、入れます。ピンクを入れました。ば白色のハサミ、ハサミはハサミは白いですよ。見てますか皆さん。私はね、リボンを作りたかったんですよ、どうしても。リボンクッキーというものを、めっちゃね、インスタとかで回ってきて、やけんやってみたかったんよ。センスが、問われる。そう、クッキー焼いてよって言ったらさ、簡単に聞こえるでしょ。でも意外といろいろ工程はあります。私は形にこだわっているだけなんですけどね。そう、これが流行ってるっていうか、そもそもこういうなんか今この服にリボンとか、そういうリボン自体が流行ってるんですよ。その流行りがバレンタインにも来たって感じ。ちいちゃめ、ちいちゃめならいけるかな。あ、20分経った。間違った。繰り返しにした。では、さっきの。でもこの光景をちょっと撮っときたい。後ろがめっちゃ散らかっとるけど使えんかもしれない。
し、開きます。予熱したオーブンで。170度で15分。オッケー。え、ちょっとリボンが可愛いのではないですか？この可愛さ、共感してもらえるかは分かりませんが、え、ちょっと他に作りたいのあったかな？今のうちにね、見ておかないと。リボンクッキーって調べたら出てきます。ああね、初めて納得いかんかった。こうか。見えている。うわ、もう出らんかな。もう出らんな。出たー。急に。ちょっと意味わからん形ができた。可愛いかもしれない。かわいいかもしれない。じゃーん。見えますか？え、ちょっと天才なのでは。チャラーン。え、いい感じじゃん。理想のままに。理想のままに。では
ではでは、これも20分冷やさないといけないので、どうやって冷やそう、どうやって冷やそうかな。レシピカード、メディアレシピカード。じゃーん。これはスクショしていいですよ。リボン見せないと。冷やします。20分。で、次がスクショできましたか。続いてがここラストです。ラストスパート。ラストスパートでございます。あ、でも濡らしたくないの。なんか濡らしたら違う感じになりそう。よし、OK。それでは最後のお色です。最後のお色をやっていきます。絞り口の手つきも慣れてきましたね。ちょっとなんか下がりすぎてない？まあいいか。斜めった。
よし、それで、え、なんか引く、それでは行きます。え、かわいすぎ。かわいすぎ。見える？見えているかしら。やらかした。やらかした。これが、うわ、ずれてくれるかな。さすがに無理。ずれてほしいけど無理だからこっちでいいです。意味がわかりますか皆さん。ちょっと低すぎて。チャラーン。うわ、怖。犬。ちょっとね、これね、多分ね、目がないけんまだわからんと思うけど、犬になります。大丈夫。やばい、ない。クッキングシートがなくなった。あとは茶色のワンコを作ろうかなと思います。ちょっと耳が離れすぎた。タラリラリ、茶色のトイプードルが2匹。ちょっとチョコ、ちょっと茶色が余った。どうしようかな、これ使わんな。
茶色がちょっと余った、どうしよう、とかめっちゃいい匂いしてきた。あ、焼けた、焼けたのでは、焼けたのではありませんか。なんかさ、言われた通りの時間でやったらさ、思ったより焼けすぎてさ、焦げてね。ちょっと焦げてね。なんかさ、茶色の犬作った意味なくね。勝手に、え、待って、勝手にさ、ちょっと待って、熱い。勝手にさ、耳が、勝手に耳がさ茶色くなっとるけんさ、これ茶色作った意味ないんやけど見て、ちょっとどうしようどうしよう、これどうしようどうしよう、え、ちょ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 、怖っ、ちょっと待って、怖い、熱がさ、待って、勝手にさ、ちょっと熱い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 、見て、勝手に耳がさ、ちょっと茶色くなった勝手に、もういい、勝手に、なんか耳が茶色になった、熱っ、でも、いいのでは、いいのではないですか。で、今、冷やしているから、でも、あと7分もある、え、てか、あと2回これやるの、やばいね。次はそんなに焼かんくていい、いいってことだね。多分14分ぐらいにしようかな。そんなに焼かなくてもいいってことが判明しました。え、ちょっといい感じで、これを冷やしたいんですけど、あ、来た、君を作ったんですよ、君を作ったんですけど、ちょっとあの焼かれたので、なんか勝手に焼かれすぎたんですよ、これ君なんですけど、こう、これがこうで、これがこう、あ、この子、バースデーガールです。おいしょ。バースデーガールです。おめでとうだって、みんな。ゆーちゃん、ありがとう、たわ。別に、いや、さらにくれたんじゃないかもしれない。君にくれたのかもしれないからさ。
もう一匹が見てます。おいで、もう一匹、よいしょ。君はね、君はこれなの。見えるかな、見えないかな、追えないね。これはこれ。ちゅうわけです。ちゅうわけですよ。で、これも冷やさないといけないので、これは冷やします。ちょっと冷やす場所がない。冷やします。あ、誰、ちょっと今から20分だから9時5分になったら、あ、違う、10時5分になったら教えてください。あ、赤色サンタさんありがとう、好きだわ、ありがとう。ちょっと呼んでこない、消えたよ。ありがとう、おめでとうだって。勝手におめでとうだって。あかりさんさん、ありがとう。あれ、さあ、よいしょ、ありがとう。こっちしか誕生日じゃないけど、はい、よし、これは焼けたので、これはあれ、え、そうよ、なんかさ、これがさ茶色やけん、違う、普通に白の普通の生地やけん黒のチョコペンを買ったのに、なんかいい感じに焼けてしまったことによって、すごく困っています。ちょっと今日メール間に合わない、送ってもいいんだけど、ちょっと無理、メールはちょっと無理かな。まあ明日送ります。で、見ないでほしいな。よしよしよし。待って。鳴ったので、
それに冷やしたハートを入れて、よし、15分にしようかな。さっき一旦15分でやってみます。よし、で、その間にやりたいことがいっぱいあったんだけど、見えました。どうしようかな。なんか飾り付けみたいなのをしたいんですけども、黒、ん？そう、黒を買ったんよ。そう、黒を買ったんですよ。ダメですよ。これってさ、湯につけるんだ。湯につける、湯につけます。チョコペン、今からはデコレーションゾーンでございます。ずっと犬がいます。なデコレーションをしていきます。飲みたい。今第2弾を焼いています。じゃあ君の質問コーナーでもする？質問コーナーでもしますか？じゃあ
何もコメント見えん。質問あるかな。誕生日、あ、ほら2歳おめでとうだって。ありがとうだわありがとうだわ、僕嬉しいわ。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物、何でも好きですね。この僕ちゃん何でも好きですよね。はい、あのご飯が足りないとどれだけ食べても食べたがります。ベロ何が。でもね、ちょっとあんまり犬の中でもちょっとアレルギーがあって食べれるものが限られているので、小麦とかがいいんですよね君は。あ、そう、誕生日ケーキあるよ。よいしょそう、この子の誕生日ケーキもありまして、誕生日会で食べた誕生日ケーキがあるよね。食べたいよね。ちょっと待ってどこに座らせようか。そう、今日たくさん食べたんですけど、誕生日ケーキがありまして、そう、お犬さん用のね誕生日ケーキがあるんですけど、なんかめっちゃ斜めってない？僕じゃないです、私です。僕ちゃんケーキいるかな。いる、はいはいはい、はい、できるでしょ。はい、よし、危ない。僕ちゃん、はい、じゃあ、ぼくちゃんお花食べます。噛みますか？噛まなくていいよ、ね。食べたかな。あ、ごめん、ちょっともうあっちにやってしまっちゃったよ。じゃあ僕ちゃん最後の一口食べましょうか。以上です。こんな感じで僕ちゃん何でも食べます。何でも食べますっていうか、これはねケーキだからね、君のケーキだからね。もう飽きました。食べ過ぎなぐらい食べたんでね、もう。待てです。
掘りましょう。よいしょ、ここにいてください。じゃあそれでは、それではもう温まったと思うのでチョコペンで書いていきます。よし、ぼくちゃんここにいてください。もう可愛いんでは？可愛くな？待って、ちょっと絵心なくて可愛くないんですけど。可愛くないんですけど。え、ちょっとみんなのどういうやつ、どういう感じで書いたらいいんですかね。ちょっと下手くそだな。急になんか急に絵心な。ここが大事なのに一番なんなら。ああなるほど、ちょっと目の近い感じとかですかね。はい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 、かわいいんだ。でもどう？え、違う、なんかもしかしてこれもしかして下手くそ？これ天才、これ天才、これこれめっちゃいい。鼻もつける。なるほどね。え、めっちゃ可愛いよ。めちゃめちゃ可愛い感じに。できているよ。なのでは？あ、時間？あ、本当だ。時間だ。あ、でもこっちがまだだ。こっちがまだやけん大丈夫かも。冷やし、まだ冷やし、あと1分で。なんかもういい感じだ。びっくりした！いい感じかもしれない。やめてよ、急に入るな。ちょっといい感じかもしれません。時間を教えてくれた。ウケる。
冷やすのはね、多めでも大丈夫だと思う。え、かわいい。離れ目になった。かわいすぎる。かわいすぎる。待って、かわいいかも。無理、かわいいかも。かわいい。このかわいさ理解できますか。あ、そしてそしてそして焼けました。ピンクリボン焼けた。ピンクリボンの完成。どう？焦げてない。ピンクリボンとハート、めっちゃいいじゃん。ラストターンいきます。ラストターンは犬。犬。うちの子2匹を焼いていきます。なんかもっと中14分ぐらいにしときます。いい感じすぎるのでは。こんなにうまくいくものなのか。リボン犬みたいになってきた。いい感じなのでは。かわいすぎ。一旦ね、一旦ね、一旦一旦で、これをこれをこれを真ん中に。こぼれた、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 落下落下落下。これをさ、こうしてこうしてこうして、ちょっと一旦失敗してもいいやたち。うん、これにしよう。こうして、いや意外とはみ出るな。いいんでは。
なんか違う？ちょっと。よし。つけるための役割につけてじゃん。いい感、いい感すぎる。これはもう待つのみ。いい感すぎてちょっとどうしよう。こんなに理想のままにできるとは。リボンの真ん中にこれをつけてキラリンみたいな、みたいな、みたいな、みたいな感じな感じ。いいじゃん。あとは犬が焼けるのを待つのみ。なんかダッフィーみたいなのできたんですけど、可愛いんですけど、ちょっとダッフィーみたいな、可愛い。てかなんだかんだでさ、もう2時間ぐらい経っとるよね。気づけば。天才なのでは？
最高に可愛いのができています。めっちゃ綺麗。あ、ダメだ。はい。はい。1個耳が取れた。でも1個だけ。いや、ワンコ食べません、さすがに。お犬さんはね、チョコダメなので心配しに来ました。よいしょ。耳取れた。もう入ってこれないから。ねえ。ん？あ、今食べたやつか。耳もげた。楽をしようとしたらやらかしましたね。ちょっとパールが1個取れたので、あれどこ行ったっけ？ん？あれ？あ、これか。パールが1個取れちゃったので、楽しようとしたら落としました。やらかしい。この子がもげました。まあこれもなんかちょっと可愛いポイントになるかな。さすがに無理ある。犬は柵で追いやられたので、柵の外側でベッドに乗って寝てます。
これもうこれ力作、これ終わったらもう泣く。これはもう割れたら泣きます。それぐらい力作。どうどうどう、チャラリラララララ、あ、なんかもげてもげたみたいな。キャラーン、うん、焼けた。どうですか？最高なんだよね。めっちゃいい。めっちゃいいです。待って、こっち良すぎる。しかも味おいしいし。紙じゃない？紙すぎん？ちょっともういい感じすぎる。もう完成しました。完成です。この辺の顔は後でやりたいけど、かわいすぎる。え、待って、めっちゃいい感じ。どうしよう。え、待って、いい感じすぎて。完成しました。こちらとこちら、うちの子2匹。じゃらーん、うちの子2匹でございます。完成しました。うちの2匹、うちの2匹どう？うちの2匹、ちょっと完璧です。はい、ということでですね、YouTuber みたいな。はい、ということでですね、こういう感じで並べた、より分かりやすいんではないですか。うちの子2匹を含む絞り出しクッキー、
天才ですか、見て、え、完璧じゃない、ちょっとちょっとこれあんまり縦にしたらまた怖いのでやらないんですけど、え、ちょっと完璧なんぜ、わ、うちの子2匹、イエーイってことで完成しました。はい、残りの、残りのですね、残りに関しましてはもうちょっと可愛くデコレーションして可愛く並べて写真撮りたいと思います。まあちょっと今日はもうストーリーか何かに載せたいと思います。ツイートかな、たらーん、ハッピーバレンタイン。できました。え、完璧、もう理想としていたものたちがここにあるって感じ。ここに顔つけて、ほら、ここもこれに顔つけて、かわいい。ということで見ていただきありがとうございました。それでは完成したということで、ランキングをお読みしたいと思います。写真はまた載せますので、ちょっと画面が見えないのでこっちで見て読みたいと思います。ギフトも皆様ありがとうございます。ではランキング読みますね。13位奥行きさん、12位 MJ さん、11位タネさん、10位ノンタンさん、9位中野さん、8位バーバムさん、7位ハジリコさん、6位ヤジウマさん、5位メチキノコさん、4位ピロシさん、3位ナーラブさん、2位アクエルサンツさん、ありがとう。1位ゆうちゃん、ありがとう、ありがとうございました。また写真撮って載せますので、 X なりなんなりにストーリーになり載せたいと思いますので見てください。それでは長時間と気づいたら2時間半も作ってましたね。おいで、誕生日でした。君も作ったからね。君はここにいるから。てりゃん。ということで、よいしょ。終わりにしたいと思います。見てくれてありがとうございました。ハッピーバレンタインでした。ハッピーバレンタイン。終わります。ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。ちょっとここでさよなら、はい、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。